いや今日ね風強いね。それでね、いや今までね行こうかどうか迷ってたとこあるんですよ。かなり迷ったよ。今日も未だに迷ってんの。ただね、好奇心、自分の中の好奇心を抑えきれないんですよ。そういう場所にね今から行ってみようと思うんです。多分盛岡市民の方ねほとんど知らない場所まあ行ってみましょう。いやでもさ、学生さんが何名かいたよ。あの人たち もしかして目指してんの。スマホを見ながらねなんか調べてたもん。マジかって感じ。いやーまだ俺悩んでるよ。思ってるよ。これ朝まで雨降ってたから舗装されてないからね。あれ泥だらけだよこれ。大丈夫かよこれ。なんかあったらさ突っ走って帰るわけにもいかないじゃん。大丈夫俺まあ天気っていうのだけはね幸いだね。お車いだ車。おお、これ橋、この橋ね、これ半分壊れてるよこれ。壊れてるしさ傾いてるよこれ。大丈夫これ、あらららら斜めになってるよこの橋。マジっすか。いや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 、ますますこう不気味な雰囲気。あったこれだ。これ不気味なね洋館があるわけだ、ね、あここが入り口か。ここで行き止まりだよ。いやさすがに孤独好きの僕でもささっきのとこ一人で行くのちょっと危なかったかな。いや本当にね心霊スポットだったらそうなんだろうけど俺あんまりそんなの信じないんだよね。まあなんともなかった。あれ違うと思うよ。噂に噂がね、おひれはひれついてんだ。勝手なことをね、言って、で、次の人もっと勝手なこと言うからさ。それがもう回り巡っていくわけだ。ということです。いやー、それでね、ほっと一安心したんで、腹減ったね。腹減った、まあ、うまいものでも食っていきましょうよ。それでですねさっきのスポットとともに気になってた店があるんですね。気になってたっていうかね結構あそこ行ってくれっていうコメントいつもいただくんですけどもね、まあいつかはね行った方がいいなとは思いながらねなかなかこう来なかった店があるんですよ。でそこに今向かっておりました。やっぱこっちでいいはずだな。御嶽六丁目ってなってたから御嶽六丁目1ってなってた。さてどこでしょう。あの赤いやつかな。赤い
中華そば、屋台の中華そば。あ、これじゃねえな。走り言ってるか。違う、これではないね。なんかここも気になるんだけどさ。あ、これだ。食堂田舎屋。これでございますよ。こちらね。よしと。おっと出ました、どでか唐揚げ。鶏の胸肉が3枚も乗っております。少しがっつくには勇気がいります。ジャム程度に汁をすすりましょう。いやー、これ食べれるのと言わんばかりのボリュームです。僕の中ではまだドキドキは続いております。平常心ではない、なかなか食べ物が喉を通らない状態。まずはパスタで喉元を整えましょう。いやー、なんで僕はよりによって肉を注文してしまったのでしょうか。まだ幼少期のあの時を思い出します。あの日は朝から雨が降っておりました。近所の旦那衆が集まって家の隣の小屋で焼肉をやることに。焼肉といってもただの飲み会です。酔っ払ったおじさんたちはとにかく肉を焼いては僕に食べさせます。食いしん坊の僕でも腹はパンパンです。この愛を見たかのように一人のおじさんが僕に言いました。その肉はじいさんの肉だよ。数日前に小屋の持ち主のおじいさんが亡くなっていたのでした。その後僕がどうなったのかはご想像にお任せします。食べ物を前にして話せる内容ではございません。勘弁してよ、酔っ払いのおじさん。だから僕はお酒は嫌いなのです。時として理性を失うことがあるから嫌いなのです。いやー、一つだけすっきりしたのがさっきのスポットの謎が解けたことです。ネットではあらぬ噂が飛び交っておりました。酔っ払いが理性を失って書き込んだのかもしれません。皆さん、この年末年始お酒はほどほどにしてくださいませ。例の騒ぎで収入も減っているので、お酒にお金を費やせばダブルパンチになりかねません。これを食べきれたかはご想像にお任せします。